業も喋ったで、と、うーんと、どっちのやつ、まあ、一緒か、学研として。これで、地図まで出たらいいのか。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。途中で言うのもあるやん。ここで乗り換え置くやし。うどんのセットね、安いね、560円やもんね。ありがたいわ。冷やしのね、やつで もう完全に復活しましたね。田中さんなんか入っとんねんや。結構いろいろあるんやね、駅構内。この電車には優先専用車の設定はございません。大阪でうどん食うと安くて早くてうまいしで、冷やしもね、見てるとやっぱお出汁がね、やっぱ大阪のお出汁になっとでね、師匠なわってあとどっちや、北新地もがじゃあやんの。あ、そうか、環状線でぐるっと回っとるやん。そうや、方向感が来るんや。で大丈夫かな。女性専用か。今日帰れるかな。これはちょっといいですね。
西の方向なんですね。ここに向けたら向こう側に。なるほどな。地図でもグイッと書いてあるんで相当そう思わないですね。全然こっち書いた方が早いですね。あとはいえ東海道線とかもちょっと硬くてね、京都線、東海道線線路内の立ち入りがあって、それで今もまだ遅れてるんですね。なんか一時期止まってましたよね。さあ、まだまだ先長いですからね。思った以上に引っかかってんな。こっち疲れて。